箱根駅伝三代目山の神、神の大地、日本マラソンの父、金栗四三、金栗四三生誕130年記念講演会、半歩先の目標に向かって。撮りましょうね、はい、はい、せっかくなので神野さんの、ね、お顔を皆さんに、見ていただきながらということでご紹介してまいりましょう。ではまずですね、もうあの本当に身軽にステージも、ね、上がってこられて、あ、神野さんこんなにやっぱり細くていらっしゃるんだって皆様も思うよね、うんうんって頷けらっしゃいますけれども、新たにされたんじゃないかなと思います。身長が165センチ、はい、今165センチで体重は46キロです、はい、はーっという声がね。あの箱根駅伝の時は43キロだったんで、今あの3キロあの筋肉とともに増えました。はー、もうやっぱりね、身軽でいらっしゃる、そうじゃないとああいう山も登れないという感じなんでしょうけれどもね。改めまして私の方から、神野さんのプロフィール紹介させていただきます。神野さんは愛知県津島市出身の28歳。中学から本格的に陸上競技を始めて、中京大中京高校から青山学院大学へ進学し、原進監督の下でさらに走りに磨きをかけます。大学3年生で出場した箱根駅伝、まあ、大学2年生から、ね、箱根には出ていらっしゃいますけれども、大学3年の時にあの往路第5区の山登りで区間新記録を打ち立てまして、三代目山の神、山の神野として駅伝ファンに親しまれました。大学卒業後は実業団のコニカミノルタを経た後、2018年5月にプロへ転向されました。2019年のアジア選手権のマラソンで優勝するなど成績を残していらっしゃいます。もう本当にあの町民の皆さん、今日はね、あの神野さんをお迎えするのを楽しみにしてらしたということなんですけれども、神野さんもあのこの和み町の PR ビデオにご出演ですよね。はい、あの昨年の12月にあの和み町にあの来させていただいて、まあ、今回2回目になるんですけど、はい、はい、その時はですね、あの金栗四三さんの生家の方にも、はい、あのお邪魔させていただいて、生まれになったお家から、はい、金栗ロードを走られたの。あ、金栗ロードも、はい、走りました。もうあの本当生家に行った時はあのこれ嘘じゃないんですけど、なんか本当にパワーを感じたんですよね、うん、なんかこう独特のなんか空気感というか、はい、そういうのありましたし、まあ、あとはその後あの金栗さんが実際に通っていたあの通学路を走ったんですけど、アップダウンも多くて、まあ、こういうとこを毎日、まあ、走って通ってたら強くなるだろうなっていうのをすごく感じたのを覚えてます。だいたい6キロぐらいでしょう。はい、5キロから6キロぐらいでしたね、はい、やっぱりあの和みもね、あのちょっと山里なので、はい、アップダウンありますけど、やっぱりこう子どもの足では当時結構やっぱりアップダウンもっと感じたんじゃないかなと思うような道でした。はい、あのまあ、僕はあの普段からあの起伏のあるところを走ったりはしてるので、はい、あのまあ、走れたんですけど、まあ、じゃあ小学生の頃とかに、まあ、あのコースを、しっかり走れるかって言われるとあの難しいコースかなとは思うので、うん、はい、やっぱそういう小さい時にそうやって体を動かすっていうことは大切なんだなっていう、まあ、基礎を作ることは大事なんだなっていうのは、はい、学びました ね、 あの駆け足登校があったからこそマラソンの父と呼ばれるまでになったというね、はい、ことなんでしょうけれどもね。でその金栗ロードを走ったビデオもありますし、それから、はい、あとは本当に和み町を紹介するような、はい、動画もありましたよね。はい、あのカレーロードか、はい、あのカレーに、そばにカレーがかかってるあのお店とかも、はいはい、行かせていただいて、うん、はい、なんか初めての
グルメリポート、はい、グルメリポートで、はい、食レポをさせていただいたんですけど、はいはい、そういう PR 動画もありますので、そう、はい、あの結構あの私たちも番組の中で紹介してぜひ見てくださいっていうふうにご案内したんですけれど、あの温泉シーンもあったりお風呂が入ったりも ありました。ぬるぬる湯、はい、お風呂も良かったでしょ。良かったです、うん、なんかあんまりその東京とかではああいうぬるぬるのお湯とかってないので、なんかそういう温泉入ったのも、まあ、初めてだったんで、なんか結構その和み町では普段こう味わえないようなまあことができるのが和み町のいいところかなと思いますね。だから走るコースもいいコースがありますし、はい、で走った後はやっぱり美味しいもの食べてね、栄養補給もしなくちゃいけないんで、美味しいカレーそば、はい、もありますし、はい、その後お風呂に入ってゆっくりね疲れを癒すっていうのもだってあのアスリートにとっては大事なことでしょう。はい、あのやっぱり練習をずっと続けてるだけでは疲労も溜まっていきますし、あの試合で結果を出すことっていうのもできないので、僕もあの普段は抗体浴とか、うん、あのお風呂でのケアっていうのも実践してるので、はい、疲れを取るのはあの練習と同じくらい大切かなと思います。その全てができる和み町ということで、はい、その PR 動画もあのアップされてますので、ぜひあのこれ、今日はね YouTube でも配信されてますし、またラジオでもご紹介していくので、まあ、こういったまだ見たことがないという方はぜひご覧いただきたいのと、町民の方も大体ご覧になってるんですかね、って見たことあるっていう方はどれぐらいいらっしゃるのでしょうか。町民の方、あ、だいぶ手が上がりますね、はい、あのまだの方はぜひ、はい、ご覧いただければと思います。なんといってもまたあのナレーションが増田明美さんなんです、はい、ね、なんかナレーションが入ると一気になんかいい動画になるというか、はい、質がかなり上がってましたね、はい、うん、あの増田さんね、いろんな番組でナレーションしてらっしゃいますけど、また陸上選手つながりでなんかそういったこう一つのね町の PR 動画を紹介してらっしゃるっていうのがこういいのかなと思いながら私も拝見してました、はい、まあ、そんな和みにとっても非常に近い今日は神野大地さんに、まあ、これまでのこと、それから今後ねまたどうやってあのプロとして活躍していかれるのかっていうことをお話しいただきたいと思っております。で、つい最近だと神野さんの名前を聞いたのがこの前の14日先週の日曜、土曜日ですね。土曜日でしたね、はい、13日。13日の土曜日、箱根の急勾配を駆け上がる激坂最速王決定戦というのがあるんでしょう、はい、これで優勝されたという素晴らしい、はい、ありがとうございますなんかまあ箱根の実際のコースとは違うコースなんですけど、まあ、ほぼ横の道というか有料ロードをあの封鎖して行われた大会だったんですけど、これひたすら上がっていくんですか。はい、もうずっと 13.5キロ、まあ、10キロぐらいまでずっと上りが続くようなあの感じで、実際の箱根のコースも20キロなんですけど上りの区間って13キロくらいなので、まあ本当に似てるというか、はい、で傾斜の、勾配とかもすごく似てて、で箱根の前哨戦というふうにもあの言われていて、まだ大会自体は第4回とかなんで、まだ浅いんですけど、去年ぐらいから箱根で5区を走る選手とかがどんどん参加してきて、はい、大会も盛り上がってるところで、その大会側から今回ゲストでということで、はい、読んでもらって、できればあの大会新記録を作って、はい、なんか記録を作ってほしいですって、みんなのこう参考になるような結果を出してほしいですっていうふうに言われてたので、はい、優勝という結果と、まあ、記録も作れたので、お、はい、学生たちが、また来年以降自分の記録に挑戦してもらえると嬉しいなと思います。だからまさに今度のお正月では5区を走るであろう選手たちもエントリーしてる中で優勝でしょ、はい、すごいじゃないですか。まあ、なんかやっぱ大学卒業してから、まあ、僕もさっき体重3キロ増えたっていう話とかもしたんですけど、増えたんでなんかやっぱ筋肉のつき方とか、もう走りも変わってきたので、上りどうかなっていう若干こう自分の中での不安もあったんですけど、うん、はい、上りは走れましたね、はい、やっぱりまたプロのこう底力といいますか、学生にはそこをこう見せつけることができたなっていう思いですか、はい、まあ、やっぱりこう学生にここで負けちゃうと、はい、なんかあれ山の神って呼ばれてなかったっけみたいな感じになっちゃうんで、はい、はい、まあ、僕もちゃんと勝てればなっていう強い気持ちを持って走ったんで、はい、まあ、優勝できて
良かったです、うん、その上野さんをねやっぱり一躍有名にしたのが先ほどからねずっとご案内してます2015年大学3年生の時の箱根駅伝で の、 その第5区山登り区間やっぱ注目ですよね、はい、ここでの走り でしかも その大会の時に、MVP、まあ、金栗四走杯を受けたということですよね。だからその大学3年の時の箱根というのは、はい、上野さんにとっても本当に大きなこう転換になったのかなという感じがしますけれども、もともと高校の時とかも特別登りが得意だったとかっていうのは自分的にはなくて、やっぱ登りってみんなと同じようにきついって感じるのも、まあ、僕も一緒ですし、まあ、できれば平坦というかで走りたいなっていう気持ちの方が強かったんですけど、なんかこうそんなに自信があったとかではなかったので、なんかああいう結果になったっていうのは自分自身が一番こう驚いてるというか、はい、そういった感じですかね。あの時っていうのは、何位でタスキを受け取って5区に入った、はい、2位で、先頭と45秒差で駒澤大学、その時はもう駒澤大学の一強っていうふうに言われてて、もう駒澤が全日本も勝ってて、まあ、箱根も絶対駒澤だろうっていう、まあ、今はなんか戦国時代っていうふうに言われてて、なんかどこの大学が優勝するか分かんないっていうようなあの駅伝会になってるんですけど、はい、その時はもう駒澤の一強っていう、中村翔吾さんってあの東京オリンピックのマラソン代表になった中村翔吾さんとかが4年生だったんですけどって言われてたので、まあその予想通り駒澤が先頭だったんですけど、でまあ僕は2位でタスキをもらって、で、まあ、10キロぐらいで追いついて、でまあ逆転して、はい、という結果でしたね。今あっさり追いついて逆転してっておっしゃいましたけど、はい、でも45秒差で受け取って、はい、これはひっくり返せるなっていうふうに思ってスタートしたんですか？いやまあ追いつけるだろうなと思ってはスタートはしてなくて、まあなんか走ってたら近づいてきて見えてきて、でもきついんですけど、まあ、見えてきてるからこのまま行こうっていう感じで行って追いついて、で、まあ、追いついてからちょっと休めたんですよね、うん、で休めたんでまたペースを上げられてっていう感じで、なんか本当にあの記録が生まれたっていうのも、まあ、自分が2位で、まあ、先頭が見える位置でっていうところもそうですし、うまくきついところで休めたっていうのもそうですし、なんかいろんなものが重なってあの記録が生まれたんで、結構その4代目山の神は出るのか出ないのかっていう毎年あの注目が集まるんですけど、自分が思う4代目はそう簡単には出ないんじゃないかなっていう、なんかそれぐらい自分もいろんなことが重なってあの記録が生まれたと思っているので、はい、なんか4代目もそんな生まれないんじゃないかなっていう、なんかそういうそれぐらいあの本当にいろんなものが重なって生まれた記録だったなと思いますね。で結果45秒差あったものをどれだけ神野さんのところで引き離して、はい、ですね、2位がですね、駒澤大学 の、 その先頭走ってた選手が最後あの低体温症になってしまって、で、ね、で駒澤は、4番5番ぐらいまで落ちちゃったんですけど、2位が確か明治大学と4分59秒差だったと思います。はい、すごいですね。その明治の、選手とは1秒差で僕タスキをもらってるんですけど、うんうん、はい、僕の後ろ1秒でその明治の選手が行ってるので、僕の区間記録のタイムと4分5分近く空いたということなんですけど、ね、でもその上野さんの5区での活躍があって、まあ、その後もうまく皆さんがつないでいったので、その年が初めて青山学院としては優勝ですね、はい、でそれで、その年の、最優秀選手賞、はい、まあ、金栗四走杯をもらうことになったと。はい、まあ、なんか初優勝で、うん、青学でその金栗四走杯その MVP 賞を取るっていうのも青学で初めてだったので、そのなんか初めてで取れたっていうのは僕もすごくなんか嬉しかった思い出ですね。ちょっとレースにもう一度振り返るとどうですか、その5区走ってて、あ、これはもういけるなとか、あ、はい、で上り出し苦しいと思うんですけど、
苦しさとなんか楽しさとなんか高揚感とかどんな気持ちで走ってらしたんですか？結構そのレースってスタートして最初の1キロぐらいでだいたい今日の調子が分かるんですよ、うん、で原監督から事前にその最初の1キロを3分5秒で入れっていうふうに言われていて、まあ、あんまり陸上やられてない方3分5秒っていうのが速いのか遅いのか分かんないんですけど、はい、遅いタイムなんですよ。そんなに速くなくてその落ち着いて入れよっていうふうにもう、うん、事前に言われてたんですよ。あまり突っ込んでいくなという、はい、突っ込んでいくなっていうふうに言われてたので3分5秒で入ろうと思って走ってて1キロ通過で時計見たら2分50秒だったんですよ。おでちょっと早いじゃん、あやばいなって、うんうん、で原監督も落とせって言わ後ろで、はい、監督者から落とせっていうふうに言われてで落としたんですよ。そしたらその次の1キロも、2分50秒だったんですよ。また変わんない、ね、じゃあ2分52かとかで、でもほとんど変わんない、はい、ほとんど変わんないぐらいで、うん、で、あもう今日調子良すぎるわっていう感じになって原監督もそこでもういいみたいな、なんかそのまま行けみたいななんか調子がいい証拠だからそのまま行けっていう風に言ってもらったんで、うん、記録も生まれたんですよ。なんか監督がもしその2キロ通過で早いって言ってるじゃないかみたいな、うん、もう落とせよって言われてたら多分自分にもブレーキがかかってまあ、走りも固まっちゃってっていうのはあったかもしれないですけど、そこのなんかあ自分の調子いいなって思った時に原監督からも、うん、このまま行けっていう風に言ってもらえたっていうのも、うん、記録につながった要因ですね。うわでもご自身で走ってらしてもう今走ってるこの調子がいいんだから、はい、もうこのまま行くぞっていう気持ちにその時もなってらしたわけですね、はい、なんか自分もそのあれ落としたはずなのに、うん、あんま落ちてないなっていうのでまあ、焦ってたというかどうしたらいいんだろうっていうふうに考えてた時に原監督がそうやって言ってもらったんで、うん、やっぱその監督のここぞという時の一声は、はい、選手には響くというかそうです、ねはい、背中を押してもらえたなとは思いますね。ちょっと原監督の話はねまた、はい、学生時代の振り返りでまたいろいろと聞いていきたいなというふうに思うんですけれども先ほどねご案内したその最優秀選手を取られて金栗四層杯っていうものを受けてっていうのはやっぱりこう学生時代、まあ、大学3年生ですから、まあね、もうあと1年ぐらいっていう時ですからまたなんかこう競技に向かう気持ちだとかそういったものっていうのはなんか変化がありました？MVP のこうカップみたいなのいただけるんですけどそこに取った人の名前が大学名と名前がこう第何回っていうふうにこうつけられるんですよね。で僕の前に撮ってた人たちもやっぱすごい人たちばっかりでしたし、だからこそ僕も、僕の後に撮った人たちもみんなそれを見てあ神野選手が撮ってたんだなっていうのを、まあ、多分これから何年も続いていくと思うのでその MVP 賞に金栗四層杯にふさわしい選手でありたいなっていうのは常にこう思うところですかね、はい、やっぱりね世界に通用するランナーを育成するっていう目的でね、はい、始まったものですし今日実は神野さんの横にあるのが何だろうと思ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですけれども金栗四層さんがストックホルムのオリンピックに出る前の国内予選で優勝した時にもらったカップこれ本物なんですよね。今日は本物です、はい。いつもはレプリカがこの、会場となっています三河公民館にも飾ってありますけれどもレプリカしか私も見たことないです、はい、これ本物です。これ本物、はい。でそれを模したものが今金栗杯のカップになっている、はいはいはい、確かに似てますなんかあそうでしょ、はいそう大元はこれなんですよ、はいはいね、じゃあやっぱり金栗さんのこう思いというのもなんかそこでひしっとこう受け止めて、はい、うんそうですねやっぱそこで また一つ気を引き締めた部分もありますし、うん、また来年も取りたいっていう、まあ、4年生の時は僕は取れなかったんですけど、はいまあ、そういう自分のモチベーションにもつながったものでしたね、うん、神野さんはその陸上競技始められたのはさっき中学時代からっていうふうにご案内しましたけれどももともとは小学校の時野球をされてたって、はいずっと小学校1年生から野球のリトルリーグに入っててで中学校も、土日は野球のクラブチーム入っててで月曜日から金曜日は陸上部の生活っていう、はい、そういう生活を僕は送っていたんですけど、うん、なんか小学校の頃は
野球も結構試合に出れたんですよ。体が小さくてもなんとかやっていけたんですけど、足も速そうだし、まあ、足は遅い方だったんですけど、いつもバントしてました、はい、打てないんで、はい、上手に上手に転がしてね、まあ、バントヒットとかが多かったんですけど、うんうん、で中学校入ってからも、まあ、試合とか出れたは出れたんですけど、やっぱ出る機会とかも少なくなってきたりとか、周りはどんどん体が大きくなっていくのに自分はあんまり体が大きくならなかったりっていうところで、野球人生の限界を感じ早いな、はい、早いんですけど、はい、限界を感じて、単純にも野球をやめて、で、まあ、陸上の月曜日から金曜日だった陸上の生活が月曜日から土曜日になったっていう、はい、でそこからまあ本格的にというか、野球やめたから部活の日が1日長くなったっていうだけなんですけど、うん、はい、陸上のまあ生活がそこからまあ新しく始まったという感じですかね。もともとじゃあやっぱり走るのとか体を動かすのっていうのはもう子どもの頃から好きで、はい、まあ、体を動かすのはすごく好きで、小さい頃も家でゲームとか僕一切してなくて、いつも外に遊びに行く、そういう幼少期だったと思いますね、はい、なんか外で走ったりするのも好きでしたし、うん、陸上部に入ったのもなんか走るのが好きだったから、うん、速かったからっていうよりも走ることが好きだったから、まあ、陸上部に入りましたね、うん、で中学時代っていうのはもう普通の公立の近所の中学校に入られて、はい、で、ね、で陸上部、はい、陸上部で、はい、そんなに強いとかっていう、まあ、普通の陸上部での生活だったんですか？もう、はい、普通の部活動なんで、うん、はい、別に特別先生が優秀なコーチとかっていうわけでもないですし、はい、本当に普通の部活をしていたっていう感じで、もともとその速くもないですし、中学校の僕自己ベストとかも 1500m が5分4秒で 3000m が10分27秒で、あんまりそのタイムだけだとそれがどれぐらいのレベルなのかっていうのは分かんないかもしれないんですけど、うん、1500m で僕5分4秒なんですけど、はい、その同じ中学校で全国大会に出る選手っていうのはもうみんな4分を切ってます。うーん、はい、その中学時代の時は全国レベルからは1分以上も自分は遅れていたんで、はい、本当に決して速くなかったっていうところはその記録だけでも伝わるんじゃないかなとは思います。へー、多分今中学校で中学校の、ね、陸上部の子も今日来てくれてますけど、はい、5分4秒が速くないっていうのはわかるんじゃないかなと思います、はあ、そうなんですね、はい、でも自分の中ではじゃあそんな速くないなっていう自覚はありながらも、はい、やっぱり好きだし、はい、まあ、続けていこうっていう思いがあったんですか？なんかその5分4秒になる前とかも、もともと6分何秒とかから始まって、なんか練習したら5分40秒とかになって、また練習したら5分30秒になってみたいな、なんか練習すると結果につながるっていうのが陸上のまあいいところで、なんかその頑張ったら結果につながるよっていう陸上のいいところに中学時代に気づけたっていう、それがなんか今もずっとなんか陸上は頑張ったら努力したら結果につながるっていうそういう気持ちを持ててるのは中学時代の経験が生きてるかなと思います。じゃあ頑張ったらその結果がついてくるっていうなんか面白さというか、はい、そこに気づいてで、高校でも続けられるわけですよね。はい、僕は中京大中京高校といって、まあ、スポーツでは名門な、うん、フィギュアスケートだったりとか、野球部も有名ですね、甲子園で7回かなぐらい優勝してて、うん、僕が高校1年生の時にも夏の甲子園で優勝したんですけど、あ、はい、そうなんですね、それぐらい、まあ、スポーツの名門校であるんですけど、うん、なぜなんか僕がその全然速くなかったのにスポーツの名門の中京大中京に入れたのかっていうところは、うん、結構そのみんなからも疑問というか、そうやって高校にいいところに入れるってことはもともと速かったんでしょってよく言われるんですけど、うん、これは運が良くて自分の中学校の先輩がたまたま中京大中京に入っていて、その先輩から一度練習に来ないかっていうことで声をかけていただいて練習に行ったら、何の実績もない、なんなら女子選手よりも遅い僕を高校の監督が君は絶対伸びるからうちに入ってくれっていうふうに言われて、で、まあ、入ったっていうところなんで、なんか本当にまあ運が良くていい方と出会えたからかなとは思うんですけど、だから記録としてはいい数字があったわけじゃないのに、はい、やっぱりその監督の
こう先見の明というか、はい、そこでなんか引っかかるものがあったんでしょうね、神野さんの走り見て、はい、何を思ったのかは分かんないんですけど、うん、はい、まあ、そうやってまあ言われたんで、まあ、でも当時あの、まあ、中京大中京にそう誘いもらったんですけど、入ってくれって言われたんですけど、親からも反対をされて、であの地元の公立高校に行けと、うん、でも名門校なのに、はい、言われて、で僕も諦めようかなと思ったんですけど、なんかせっかくあの誘いもらったし、なんかやりたいなって自分の中で思ったんで、ずっとやっぱ行きたい行きたいって言い続けたら、うん、いつの間にかなんか親もあの賛成側に回ってくれて、あ、そうなんですね、はい、であの、はい、まあ、無事入れたんですけど、うん、でその時になんか簡単に諦めなくてよかったなと、まあ、公立高校に行ってたら、うん、多分今もうここにはいないと思うので、うん、はい、で、中京大中京高校に入られて、はい、でもちろんまた陸上を続けていく中で、はい、でも結構ねそういう優秀な選手たちがいっぱい来てるじゃないですか、はい、その中でまたこう大変な思いをした部分っていうのもなかったですか？あ、大変な思いというよりも恥ずかしかった経験があって、最初の自己紹介で自己ベストをこう 言うんですよ。で当時女子選手で中学校で全国に行った選手で、あの清田真央っていう選手が いるんですけど、2018年で世界陸上、ロンドンの世界陸上でマラソン代表になった選手なんですけど、その子が自分の同級生でいたんで、あの自己紹介の時にその子の方がタイムが速くて、女子選手の方がタイムが速くて僕の方が遅いっていう、そこからあの高校の僕の陸上生活がスタートしたんで、なんか最初の2ヶ月ぐらいはその清田選手と一緒に練習してたんですよ。はあ、もう清田の足はひっついてで最後だけなんかちょっとセコスパかまして、あ、セコいスパートをかまして、はい、あの前に出るっていう、あの結果はあの、はい、神野が勝ったみたいに見えるという、はい、っていう、本当そういうのを2ヶ月ぐらいやってて、うん、まあ、そこから本当スタートしましたね、高校時代は。はい、でもだからやっぱりね、レベルが高い中で練習していきながら、そこでもやっぱりこうちょっとずつまた練習を重ねて少しタイムを縮めることができるっていうことをまた実践していかれたっていうことですか？はい、もう本当その当時高校1年生の時には試合に出れば自己ベストっていう感じだったので、まあ、どん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 こう結果が出ていって、まあ、でもそれでも高校1年生の最後終わるタイミングで 5000m が15分25秒っていうタイムだったんですけど、うん、高校1年生だと、世代のトップクラスだと1分早いぐらいのタイムで走るので、うん、まだその高校1年時終わりでは、全国クラスよりは1分弱は遅れてたかなっていう、はい、まあ、それでもまあちょっとずつは、うん、はい、その差は埋まってはきてるんですけど、それってどうやってその、はい、自分の中でね、まあ、練習をしたっていうのはもちろんでしょうけれども、はい、ちょっとずつこう高めていくことができたっていうのはどう、何が一番こう良かったんだと思います？監督の指導だったり、まあ、監督の指導もそうですし、うん、まあ、本当に継続することの、まあ、大切さというか、うん、なんかやっぱり陸上って1日練習してもそれで速くなれるかって言われるとそうではなくて、まあ、毎日コツコツやっていくと、まあ、結果に結びついていくっていう、それがなんか陸上のまあいいところで、まあ、それを中学時代に僕は経験できたので、はい、なんかその気持ちをずっと持ってやり続けていったら自分の目標もどんどんこう高くなっていったっていう高校時代でしたね。じゃ あの箱根の話ねしてましたけれども、はい、箱根を走りたいなとか箱根目標ですっていうのはいつぐらいからあったんですか？高校2年生の、5月くらいに、一気にこう自分の自己ベストが、5000m が15分25秒が自己ベストだったんですけど、大事なインターハイ予選の県大会で14分49秒というタイムが出て、県で4番になったんですよ。お、はい、それはすごい。初めての県大会です、人生初の、はい、で県大会で4番に入って、うん、でも今でも覚えてるのはラスト200メートルぐらいでブワーってスパートの争いになった時にみんな誰だこいつっていう、うん、もうそういう目で見られたっていうのを今でも覚えてるぐらい、まあ、その時一気に伸びたっていう、はい、それで、まあ、箱根駅伝っていうのを初めて意識しましたね。じゃあやっぱりそのためには関東の大学に行って、はいはい、で箱根を走るんだっていうのが高校2年生の時に目標として、はい、目標になりました。
で実際にその青山学院に、ね、はい、結果進まれたわけですけれども、青学に進むこの経緯っていうのはどういうところからだったんですか？高校2年生の夏合宿、8月ぐらいですかね、の時に自分が中京大中京高校で長野県の菅平という場所に合宿に行ってて、でたまたま青学も同じ場所で合宿をしていて、まあ、そこの菅平っていう場所はもうランナーの合宿地と言われてて、ね、もういろんな大学だったり、まあ、高校生、まあ、社会人の選手、まあ、いっぱいみんな来るんですけど、まあ、その時に、まあ、僕は普通にいつも通り練習してたら、原監督がもう何百人も走ってる、その黒缶のコースの選手の中から僕だけに目が止まったみたいで、まあ、これ本当かどうかわからないんですけど、はい、原監督がおっしゃるには、はい、原監督がおっしゃるにはまあそう、まあ、目が止まったみたいで、それで夜僕が泊まってる宿舎に会いに来てくれたんですよ、原監督が。で第一声が、あれこんなちっちゃいのかって言われて、なんか走ってる時はすごく大きく見えたみたいで、で実際にこう会ったらすごく小さくて、それにまあ驚かれて、で君は名前は何て言うんだって言われて、あ、神野大地と言いますみたいな感じで、で名刺いただいて、で今君は何秒で走るんだって言われて、でまあ 5000m で今14分49秒ですっていうふうに言ったら、当時青学は一応14分40秒を切らないと、まあ、推薦で入れないっていう、まあ、あるこう基準があったので、まあ、夏明けたら君は必ず14分40秒切れるから、青学で一緒にやろうっていうふうに、まあ、声かけていただいて、で本当に夏明けたらすぐに14分33秒の、まあ、40を切るタイムを出して、でまた本格的に原監督からまあ、最終の青学でどうだっていうことで声をかけてきてくれましたね。じゃあもう原監督直々のスカウト、はい、そうですね、はい、14分33 の、 その夏明けに出てからはそこのタイミングで一気に5大学ぐらい監督からのこう連絡があったんですよ。他の大学からね、他の大学から、はい、山梨学院とか、あとどこだったかな、城西大学とか、はい、はい、やっぱり箱根に出る有名校ですね、東洋とか、うん、はい、なんか5大学ぐらい一気にバーって来たんですけど、はい、なんか僕がその時に感じたのは、他のそのそこで勧誘に声をかけてくれた大学っていうのは14分33秒っていうタイムがあって、まあ、神野大地という名前を知って勧誘に来てくれたと思うんですけど、原監督はなんか僕は何も知らないところから、まあ、評価してくれて、うん、でまあ、自分に声をかけてくれたっていうところで、そういった方のもとでやったら陸上面白くなるんじゃないかなって思ったんで、まあ、青学にしたっていうのと、まあ、あとはやっぱ青学も大学の、まあ、知名度というか、はい、まあ、ブランドもしっかりありますし、おしゃれなね、はい、おしゃれな感じも学生さんが多いに違いないとかね、当時ちょうど青学がシードを取り始めた、取った、1年取った後ぐらいだったんですよ、はい、その時が。だからびっくりしましたもん、箱根駅伝、青山学院が出るの、はい、って、はい、みんなが思い始めたぐらいの頃ですよね。そうですね、はい、で、うん、僕もまあそれを見てて、まあ、青学だったら4年間頑張ったら1回出られるかなって思ったんで、なんかちょうどその自分のレベルとも、まあ、合ってるなっていうところで、まあ、青学選んだんですけど、まあ、だから大学入って優勝するとはその時はまあ思ってはいなかったですね。入ってみたら1回どころか3回、ね、はいはい、出て、そして MVP も取り、はい、大学初のね、はい、そして優勝にも初優勝にも導いた大きな一人っていうね、本当に大活躍されましたね。もう僕も、まあ、想像はしてなかったですし、まあ、でも本当に一歩一歩上がっていった、まあ、成果がその結果につながったと思うんで、いきなりやっぱ箱根で優勝っていう目標だとなかなか目標に近づかなくて挫折しちゃうこともあったかもしれないですけど、なんか自分はこう陸上の楽しいっていう、思う瞬間をずっとなんか感じれたっていうのは自分が成長できた一番の要因かなと思いますね。うん、さっきね、原監督が自らこうスカウトしてくださったっていうことでしたけど、第一印象どうでした？その高校2年生の時にお会いになったんでしたっけ？原監督の第一印象、そうですね、なんかまあ他の人と話してたわけじゃないんで、うん、まあ、原監督が変わってるなとかは感じなかったですけど、はい、
でもなんかわざわざその自分のために時間を使ってくれたっていう、うん、ところは相当こう思い入れがあるというか、なんか引っかかったものがあったからこそだなっていうのはその時は思ってたんで、特にね大勢走ってる、はい、その合宿のみんなが走ってる中で目をつけて、はい、この子ちょっと聞いてみたい話を聞いてみたいっていうふうに思ってくれたっていうのは、はい、やっぱ上野さんが引き寄せるものもそういった力もあったからでしょうし、はい、そこがうまくこう噛み合って、はい、青山学院に進学っていうことになったわけですね、はい、で青山学院での4年間こう どんな 寮でしょう、寮生活で。寮生活はですね、結構青学ってメディアで放送されてるのとは裏腹に結構厳しい部分もありましてなんかどっちかっていうと、はい、割とこう柔らかいというか、あんまりこうカチカチじゃない、はい、すごくフレンドリーなというか、そうなんですよ、なんか温かい感じかなという印象を勝手に持ってますけど、はい、よく言う人は やっぱ青学チャラいよねみたいななんかそういうやっぱテレビも映し方をするんですよ、うん、で結構厳しいところとかはあんまりなんか映さなくて、はい、ワイワイやってるよう なんか楽しくやってるよみたいなとこばっかが、うん、流れるんで、うん、そういう印象があるかもしれないんですけど、本当に青学はルールとかもすごく厳しくて。あ、そうなんですか、はい、うん、まあ、食事とかも必ず全員でいただきますしますし、大学によってはもう来た人から何時から何時の間に食べようとかっていうの、そういう大学が多かったりとか、あとは門限とかもない大学、ない日があったりする大学もあったんですけど、青学は必ず門限もありましたし。門限何時なんですか？門限10時なんですけど、なんかここにまた裏のルールがありまして裏ルールもあるんですか？10時なんですけど9時59分に帰ってきたらほぼアウトなんですよ。でもなんでだってなるじゃないですか、9時45分までしかお風呂入れないんですよ。あ、そうなんですね。でだからみんな9時半には帰ってきます、はい、10時門限という名の9時半には帰ってこないといけないっていうのと、あとは寮の玄関に札があるんですよ。で自分の名前の札があって、あ、在室してますとかね、はい、出かける時には外出してますっていう、外出が赤で、寮にいるときは白っていう、 こう札があるんですよ。でその札が玄関にあるんで、で原監督の部屋からその札が見える位置にあるんですよ。あ、なので、あ、今じゃあ神野はいるな、はい、この寮の中にいるなとかもありますし、休みの日とかだと最後の一人にはみんななりたくないじゃないですか。だから門限とかね、はい、結果みんなどんどん早くなっていくっていう、ね、試合前とかだったらもう9時には全員白です。あ、そう、大事な試合前とか、うん、はい、みんななんか危機感持ってますし、はい、もうそれこそ箱根の1週間前の休みの日とかに僕が9時半に一人だけ赤だったら原監督も本でお前どこ行ってたんだってなっちゃうんで、うん、みんな早く帰ってきますよね、はい、はあ、なんか意外とそういうちょっとこう厳しいというか、はい、まあ、自立なんていうかな、規律正しい生活をするっていうところも あったんですね、はい、なんかこう青学が良かったのは、うん、それをみんながなんかうまく逃れようと、悪い方向に持っていく、チームの組織が悪いと、うん、そうなっていくというか、例えば赤にしてなっててもかバレなきゃ白でなんかやってきゃいいんだよとか、うんうん、そういうことを誰か一人がやっちゃうとごまかしちゃう、はい、ね、みんながそうやってなってたりとか、4年生の先輩がやってたから自分も4年生になったらやろうと かそういうのが青学はなかったんで、うん、もうみんながなんか逆にこうストイックに行く方にチームの組織が流れてたんで、まあ、そこがなんか青学の、うん、強さにつながってる部分かなとは思いますね。あ、それもだから監督からこうなんかそういうふうに言われるわけじゃなくって、はい、なんか自主的にそういうふうなこう空気を、はい、空気感ができてましたね、学生の中でみんなこう、はい、作っていくし、それがどんどんこう歴代伝わっていく、はい、もうそうですね。で神野さんキャプテンもされたんでしました、はい、じゃあまとめていく役じゃないですか。あ、でももう僕がキャプテンになった時は、うん、チームの揉め事もなかったですし、なんかもう組織がもう安定してたんで、別に僕は特別厳しくすることもなかったですし、なんか、はい、キャプテンらしいことを何したかって言われると特に何もしてない、なんかそれぐらい何もしなくてもいいぐらいチームがまとまってたということだと思いますね、うん、だからみんな一人一人がちゃんと自覚を持って、はい、ね、動いていってたしっていう、はい、やっぱそこは優勝したチームだからこそのなんかこう責任感みたいなのもあるし、みんな自覚を持って練習もするし普段の生活も
きちんとするみたいな、なんかこうそういう思いっていうのがしっかりあったんですかね。はい、なんか原監督がいつもなんか言ってたのは、結構その部員も青学だと50人ぐらいいる、50人から60人ぐらいですかね、いるんですけど、箱根って走れるの10人なんですよ、うん、で、まあ、大学によっては箱根に走れる10人がすごくて、もうそれ以外がまあお荷物じゃないですけど、うん、っていう風に扱う大学、だからそういうふうに仕向けるような大学のやり方もあるんですけど、原監督はもうそれぞれの立場でベストを尽くすこと、それがあのチームの組織につながるっていうあの教えだったんで、本当になんか下の選手が悪じゃなくて、下の選手にも価値があるよっていうのを原監督は常にこう言ってたんで、それがなんかあの上の選手たちの勢いにもつながったりとかもしてたかなっていうのは大学時代ありましたね。あの青山学院で、まあ、大学時代本当箱根も走って、もう本当にね大注目されて、はい、ご自分でもこういい感じで走れてるぞって思っていらしたかと思うんですけれども、そんな中でも時にはこう壁を感じたりだとか、なんかこううまく結果が出せないなとか、そういうことで悩んだりしたことってなかったですか？そうですね、まあ、あのまあ大学1年生の時とかは僕も大学駅伝は行って一個も走れなくて、で、まあ、怪我もしてましたし、まあでもそういう時もあるんですけど、でもなんかそれを乗り越えた時にまた一つ自分のこう成長できた、自分に出会えるっていうのもそうですし、まあここ最近もプロになってからも、じゃあマラソンで満足いく結果が出せてるかって言われると、まあ、そうではないんですけど、まあでも箱根駅伝で、まあ、自分の名前を、たくさんの人に知ってもらって、で、まあ、応援してもらえてるっていうところで、まあ、モチベーションになってるというか、やっぱ陸上本当練習が苦しいんで、まあ、皆さんもこうなんでそんな苦しいことを頑張れるのっていうふうに言って、言われるんですけど、まあ、僕らも毎日やっぱ苦しい、苦しいんですけど、でもそうやってモチベーションになることがやっぱ多ければ多いほど、まあ気持ちが沈みかけた時にも、うまく立て直せるとは思うので、なんかそういう皆さんの応援っていうのも本当にもう力になってるというか、はい、なんか自分だけの思いじゃなくて、まあ、家族が応援してくれてるとか、自分の友達が応援してくれてるとか、自分のためになんか監督コーチが時間を使ってくれてるって、そういうなんか周りのこととかも考えたりすると、沈みかけた気持ちを、うまくこう持ち上げられるかなとは思いますね。僕もそうやっていつもやってます、うん、だから、大学卒業されて、まあ、実業団でまた続けようと思われたのはもう箱根でやっぱり結果を出して、はい、まだまだ続けたいっていう思いで実業団に進まれた。そうですね、はい、大学2年生の時ですかね、うん、に実業団でやりたいなっていうふうに思ってて、で、まあ、コニカミノルタっていうチームに入ったんですけど、まあ、そのチームに僕は入りたかったんですよ。で、入りたかった理由は、自分がこう陸上をやり始めた時に憧れを持った選手がコニカミノルタにいて、その選手は駒澤大学で活躍した宇賀剛っていう選手なんですけど、宇賀剛さんはね、はい、熊本城マラソン の、 あの30キロロードレースでも、はい、30キロが新しく熊本城マラソンになった時の初王者ですから、はい、やっぱり熊本にとっても宇賀地さんっていうのはまた特別な存在で、はいはい、もう宇賀地さんは体は僕と同じぐらいの身長なんですけど、うん、もう体全体を使った走りっていうのを、まあ、当時中学時代ですかね、まあ、見てて、で自分もこういう選手になりたいなっていうふうに思っていたので、うんうん、まあ、実業団はコニカミノルタでやりたい、まあ、コニカミノルタその時、まあ、平成の駅伝王者っていうふうに言われていて、ニューイヤー駅伝でも平成に入ってからはもうほとんど優勝してたようなチームでもあったんで、まあ、コニカでやりたいと思ってたら、大学2年生の、春先ぐらいですかねに、たまたま、一番最初に、試合で僕に声をかけてくれた実業団の、スタッフがコニカミノルタだったという、まあ、これはもう運が良かったんですけど、はい、コニカミノルタのスカウトの方が、僕に名刺を渡しに来てくれて、今度合宿に来ないかということで、はい、声をかけてもらって、でそれで合宿に行って、で、まあ、監督とも出会って、で監督も僕の走り見て、あ、コニカで入ってくれっていうことで、もう大学2年生の11月にはサインをしてました。おお、
なので、あの皆さん結構その箱根の結果があって3年生で優勝した結果があって、実業団が決まったっていうふうにあの思われてる方もいるかもしれないんですけど、僕はあの大学2年生の11月にはもうコニカミノルタに入ることは決まってましたね。じゃあなんか上野さんのお話伺ってると、あの高校進学だとか大学も実業団も全てやっぱりこう前になんか名が知られる前に見に来た監督だったり、そういう方が先見性を持って、あ、ぜひぜひうちでっていうふうにおっしゃっていただいたことがつながってきてるんですね。そうですね、なんか振り返ると本当にそうで、であのその憧れの選手もいらっしゃるコニカミノルタに入って、さあやろうというふうな思いで入られたとは思うんですけれども、はい、でもそこから2年くらいですね、2年1ヶ月ぐらいでもうプロに転向というのは、これはどういう思いで、まあ、理由としてはそのコニカミノルタはすごく、環境も良くて、もう寮の環境もこれが日本のトップの、寮かっていうぐらいもうすごいんですよ。まず寮にジム、あのトレーニングのジムがあって、まあ、すごい器具も全部揃ってて、でお風呂も大学時代の4倍ぐらいの広さがあってあの大学時代より人数はもう5分の1ぐらいの人数しかいないのに、そんな少ないんですね、15人ぐらいしかいないんですよ、実業団って1チーム、なので人数は少ないのにお風呂は大きいし、でプールもあったんですよ寮に。おお、すごい。流れるプールって言って、あの同じ場所を泳ぎ続ける、あの前から波が来るんで、その波に対抗して、波の強さであの調整するんですけど、で下にトレッドミルって言って、あの、ランニングマシーンのやつもついてるんで、プールでこう走ったりとか歩いたりとか故障したりとかしたら、あのプールだと足に負担かからないんで、まあ、そういうとこで、もうすごい環境ではあったんですけど、やっぱ日本一のチームっていうのはこういうところか、はい、っていうことをね、はい、実感できる。ただ一つ、あの例えばコニカミノルタだと、朝8時半に出勤して、午後の2時まで働いて、2時半から練習っていうあの生活を送ってたんですけど、仕事に行くんですけど、まあ、僕たちも合宿で抜けたりとか試合があったりとかしたら、会社を休まないといけなかったりっていうのもあって、まあ、大事な仕事を任されることっていうのはやっぱほぼないんですよ。で、まあ、これはコニカだけじゃなくて他の実業団もまあそうだと思うんですけど、そうですね、大体半日お仕事して、はい、まあ、あのその後練習、そこからが、はい、まあ、本当のお仕事みたいなところもありますもんね、はい、でまあ、仕事をまあ任されたりとかするんですけど、3日で終わる仕事を納期は1ヶ月だっていうふうに言われて、あのそれをこうちょっとずつ進めていくっていう、なんかそういうあの会社にゴムをさせていただいてたんですけど、なんか会社のでデスクに座ってる時にふと、あ、この時間がもう少しなんか陸上のための時間に使えたらもっといいんじゃないかなってちょっとずつ思うようになって、でその思いもちょっとずつ大きくなっていって、であの、まあ、プロになった方があのもっと自分の可能性に挑戦できるんじゃないかなとか、まあ、後悔したくないなっていう思いがあったんで、まあ、プロになったんですけど、まあ、でも一番の理由は本当に東京オリンピックがあったからこそ、本気でその時東京オリンピックは目標にしてたんで、あのその目標に向かってやっぱ全力でやっぱ挑戦したいっていう思いがあったんで、まあ、そのなんか自分のこう心のモヤモヤをなくしたかったっていうところで、まあ、プロになったんで、まあ、東京オリンピックがもしなければあのそういった疑問を持つこともなかったかもしれないですし、まあ、プロになることもなかったかなとは思いますね。今どうですか、こうプロになって実業団ではない、はい、もう本当に自分でやっていく、まあ、いろんなコーチですとかスタッフの方にまたアドバイスを受けながら進めていらっしゃいます、はい、あのプロランナーとしてはね、ロンドンオリンピックにも出場された藤原新さんに今教えていただきながらということでやってらっしゃいますけれども、はい、やっぱりこうプロになってよかったなっていう思いですか。まあ、もちろん良かったなって思うことの方が多いですし、まあ、プロになってからはケニアに合宿行ったりとかエチオピアに合宿行ったりとか、まあ、あとは自分で大試合に出たりとか、合宿の日程とかも全部自分で組み立てたりとか、本当に全部自分で時間をコントロールして、まあ、生活ができているので、まあ、そういった意味ではすごく、まあ、本当に自分の限界に挑戦できているなっていう、思いはありますね、はい、今日のあので演題にもあります半歩先の目標に向かってっていうのは、はい、じゃあ今自分の中でそういう気持ちでまた一つ一つ取り組んでらっしゃる状況ですか。
はい、この半歩先っていうのはもう大学時代の原監督の、まあ、教えなんですけど、はい、よく柿の木作戦っていうことで柿の木の、を例えにして、いつもお話ししてくれるんですけど、猿がこう柿の木に登ろうとした時に一番最初から上の、には登らないと、うん、一番手の届く、ところにまずは登っていって、で、取って食べて手に取って食べたら美味しいと思うからまたもう一個次のとこに行く、で最終的に一番上に登り詰めるっていう、なんかそういう例えをいつもしてくれてて、なので、まあ、僕も、そうやって教えてもらってからは、もちろん大きな目標っていうのは必要なんですけど、半歩先のちょっと頑張ったら達成できそうな目標をクリアしていくことで、まあ、大きな目標につながるっていう、そういう教えで、まあ、ずっと僕はここまでやってきましたね。うん、今まあプロになってそのケニアとか海外でコーチトレーニングもして、はい、で一番じゃあ大きな目標というのは次のオリンピック。はい、まあ、今マラソンでは、まあ、日本のトップのレベルで戦えるかと言われると、そこにはちょっと届いてないんですけど、今自己ベストが2時間、はい、10分18秒なのでまだサブ10という2時間10分切りも、まあ、できてはいないんですけど、まあ、でもなんかそうやってあんまりマラソンで結果が出てない中でも、僕は大きな目標をやっぱ下げたくないなって思ってて、でまあ、その理由としてもやっぱ箱根駅伝で、まあ、優勝して、まあ、そのからくり総杯を、いただいて、っていう中でその箱根駅伝のやっぱあの喜びを超えるためにはやっぱ世界しかないなって、オリンピックに日の丸を背負うそういうことでしかその喜びを超えられる結果っていうのはないなっていうのを、まあ、自分はまあ、今も気持ちとしては持ってるので、まあ、プロとしてやるからにはやっぱりそこを目指していきたい、本気でそこを目指してやっていきたいっていう気持ちで今やってますね。きっと金栗さんも、はい、やっぱりそのマラソンの扉を開けた第一人者ですから、その後に続く選手たちが出てくるっていうのを何より楽しみにしてらっしゃると思うので、はい、上野さんがそうやってね目標を一つ一つ半歩半歩進めていきながら大きな目標をつかみ取るっていうのをね、きっと金栗さんも天国で楽しみにしてらっしゃると思いますので、はい、頑張っていただきたいと思います、はい、1ヶ月後ぐらいに豊富、でしたっけ、はい、大会があるんですよね。12月の19日に山口県の豊富、で豊富読売マラソンというのがありまして、うん、はい、毎年川内選手とかが、はい、多分10年連続くらいで出場している大会で、だいたい優勝タイムが9分半ぐらいなんですよ、うん、まあ、コンディションとかもあるので、まあ、その時によってタイムは変わるかもしれないんですけど、まあ、今自分が目指すところには一番ふさわしい大会かなと思ったので、はい、この大会を選んだので、まあ、その大会でしっかり2時間10分を切って自己ベストを更新して、またマラソンのこう日本のトップっていうところも目指す第一歩にできればなという気持ちでいます、うん、私たちもね、なんかこう上野さんをまたぐぐっと身近にね感じることができましたので、本当に頑張って行かれるところをね、はい、楽しみに応援したいなと思うんですけれども、今日は会場にもね中学生の陸上部かなの、お子さんも来てらっしゃいますし、よかったら上野さんからもこうどんな風にこう頑張るといいよとかっていうなんかアドバイスのようなものがありましたら。はい、まあ、僕の、中学時代とか高校時代の話とかも、させてもらったんで、まあ、元々その速くなかったよっていうのは今日聞いてくれた方にも伝わってるかなとは思うんですけど、本当に僕は人生振り返ると、最初はスタートすごく、下のところだったけど、少しずつ目標をクリアしていって、まあ、今、プロとして活動できるレベルまで成長できているので、なんか本当に、まあ、諦めなければというか、努力し続ければ結果につながるっていうのを本当陸上は一番それが感じやすいスポーツだと思うので、まあ、そういう気持ちを持ち続けることっていうのが大事かなとは思うので、なんかよく上野選手も昔から早かったんでしょう、昔からセンスあったんでしょうっていう人とかいるかもしれないんですけど、そうじゃないっていうのも今日のお話で皆さんにも伝わってるかなとは思うので、本当にこうちょっとずつ成長していった先に、トップレベルっていうところまでいけるっていうのが陸上の、いいところだと思うんで、はい、そういう気持ちを持って、やってほしいなと
思います。あれでしょう、毎回練習してましらっしゃいますけれども、はい、練習の時もいつもルンルンで、さあ今日も頑張っちゃおうっていう風なハイテンションで行くわけじゃなく、わけないですね、はい、じゃないですか、はい、どういう気持ちで、もうそうですね、今日も気持ち乗らないなとか、やっぱ走りたくないなっていう日もありますし、当然、はい、でもなんかやっぱ練習をやりきった後のやっぱ達成感ってもう何にも変えられないというか、もう練習終わった達成感の後がやっぱ自分の一番好きな時間というか、やっぱ気持ちいいんですよね。なんで、まあ、きついんですけど、やっぱ毎日頑張ろうって思いますし、なんかそれが他のスポーツとちょっと違うなと思ってて、じゃあ野球やってた時とかも練習時間7時間とか練習してても、自分が動いてる時間多分3時間4時間ぐらいで、まあ、ボード立ってる時間とかもあったりとか、打順待ってたりね、はいはい、あのボールが飛んでくるの待ってたりとかね、なんか成長をちょっと感じにくかったというかっていうのが、まあ、野球の時はそうだったんですけど、陸上はもう自分が練習してない時は、まあ、休んでる時なんで、もう練習始まったらもう自分の練習になるんで、まあ、自分の成長を感じやすいスポーツでもあるかなとは思いますね。じゃあせっかくなので、はい、あの会場の中からもご質問などありましたら手を挙げてお知らせいただければ、こういった機会なので神野さんに直接こんなことを聞いてみたいというのがありましたらお知らせいただけますか。あ、手が上がる。質問はあの何でも大丈夫なので、じゃあ少し前に来ていただいてもよろしいですか。マイクを用意してますので。あ、どうも、あの記念講演会に来ていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。あの60過ぎまして、あの市民ランナーとしてぼちぼちあの走ってるんですけど、はい、この前もあのマラソン、金栗マラソンの出させてもらったんですけど、11月7日の大会に出られた、はいはい、あの県民限定で500人で開催して、はいはいはい、もう大会が今ないので、はい、すごく皆さん喜んで参加された、はい、本当に嬉しかったです、ありがとうございました。であの2つだけ質問なんですけど、はい、1つはあのすぐに飽きちゃうんですよね10キロぐらい、この前10キロ走ったんですけど、はい、たまに20キロぐらい走るときにもうなんかこう飽きてしまうんですね、途中を回り見ながらでもですね、はい、どうしたらいいのかというのが一つと、あと二つ目はもうなんじゃらないんですけど、芸能人で好きな方がこんな方、あ、はい、あとはハラミオさん、はい、なんかかけ離れた二つの質問でありがとうございます。まず飽きちゃう、飽きちゃうっていうのは、はい、飽きちゃうのはそうですね、なんかよくその、まあ、似たような質問だと思うんですけど、走るとき何考えてるんだっていうのはもう1000回以上あの質問されてきたんですけどよくありそう。あの僕真面目版とあの真面目じゃない版2個いつも回答を用意してて、じゃあ両方ください。真面目な方は、うん、その終わった後の喜び、例えばお酒を飲むのが好きだったら、はい、焼酎飲むのが終わって頑張った後の焼酎美味しいじゃないですか、その飲んでよっしゃっていうことを想像してもらったりとか、はい、あとは、真面目じゃない方で言うと、僕なんかだったら、友達に帰ったらなんて LINE しようかなとか、今日の夜ご飯ないかなとか、なんかキンキンのこう、遊びの方の楽しいこととかを考えたりとか、あとはレースの時は僕もこうなんだろうな、遊びのことを考えることはほとんどなくて、僕がレースの時に実践しているのは、例えば呼吸だけに集中してみるとか、あとは自分の足音だけに集中してみるとか、なんかそういう一つものを決めて集中するとあのゾーンに入りやすいって言われてて、あのランナーズハイっていう、もうなんかきつくなくなるような感覚に入りやすいって言われていて、はい、なのでなんか退屈だなって思ったら自分の呼吸だけに意識を向けたりすると、楽になったりとか、うん、はい、すると思うんで、試合の時はぜひあのそういうあのことも実践してもらえればなと思います。はい、よろしいですか。はい、それともう一つ大事なの。あ、そうですね、はい、好き芸能人ですか。はい、そうですね、なんか昔、高校時代とかは前田敦子さんがすごい好きだったんですよ、はいはい、うん、AKB が好きだったわけじゃなくて前田敦子さんが好きだったんですよ、うん、あの
顔が好きで可愛らしいお顔立ち、はいはい、うん、で、それを言い続けてたら、大学社会人1年目かなの時に、あのオールスター感謝祭っていう、あの赤坂ミニマラソンあるんですけど、それを走らせてもらった時に、たまたまそのドラマの、番宣で前田敦子さんも来てて、で、まあ、僕が前田敦子さんが好きだっていうのを、みんな知ってくれてたので、番組の人があの写真を撮って、あの撮りに行こうっていうことで、あの撮らせていただいて、すっごい嬉しそうな、はい、菅野さんってエクボを出るんですね。はい、あ、そうですね。はい、ね、かわいい、はい、あらそうで、はい、それで写真撮ってもらって、で、あの、まあ、僕もあのずっと前田敦子さんのことをあの好きでしたっていう風に言ってもらったら、すごい向こうも喜んでもらって、で、向こうのカメラでも撮ってもらったりとかして、その後インスタとかにも、向こうの前田敦子さんのインスタにも上げてもらって、はい、くれて、すごいじゃないですか。はい、もう僕のその思い出として、はいはい、もう残って、前田敦子さんはまあ殿堂入りさせていただいてじゃあ次は、で、今3、4年前ぐらいから言い続けてるんですけど、長野芽郁さんっているんですけど、長野芽郁さん分かりますかね。はい、あ、女優さんね、女優さんでいらっしゃるんですけど、はい、最近でも映画、NHK のね、ちょっと最近、うん、ちょっと有名になりすぎちゃって、はい、僕が好きになった時はまだドラマの4番手5番手ぐらいのなんかそんな注目されてなかったんですけど、僕が好きだなって思い始めた1年後ぐらいに朝ドラ あのヒロインが決まって、はいはい、そこからもうちょっと上り詰めちゃったんでなかなか今ちょっと言い続けても会えてない状況なんで、はい、今は長野芽郁ちゃんに会いたいという気持ちを持ってます、はい、あの上野さんがこんなにアイドルについて熱く語ってくれるとは思わなかったんで、はい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 、ちょっとびっくりしました、はいはい、よろしいですか。はい、ありがとうございました。はい、こんな感じで、あの何でも答えてくれる神野さんなので、はい、あ、手が上がりました。はい、じゃあ大人の方いいですか。ごめんなさい。はい、今日なんか中学生も来てるので、よかったら若い人もね、お願いします。ではどうぞ。今日のテーマは半歩先の目標に向かってなんですけども、はい、神野さんの千歩先の目標、人生目標を教えてください。あ、そうですね、千歩先、そう、随分こう、長期計画といいますか、やっぱり、うん、お金は必要だと思うんですよね。はい、もうなんか自分のしたいことに、お金を使える、あとは今日これを食べたいなと思った時にお金を切りすることなく、そう、まあ、食べに行けるというか、はい、なんかそういう生活を送れるようになりたいと思っているのが千歩先の目標かもしれません。はい、初めて。でもこれはあのやっぱ大体質問とかっていつも似たような質問が多いんですけど、はい、千歩先の目標はちょっと今日初めてだったのでちょっと想定外だったんで、あんまり、はい、パッと思いつかなかったんですけど、意外と生臭いお話になってましたね。はい、ちょっとすみません、はい、お金とか言っちゃってすみません。いいんですよ、はい、正直なところで、はいはい、まあね、これからね活躍して、もしかしたらそうやってあのほら活躍してそこにあの応援してくださる企業とかがあってお金も集まってくると、はい、逆にまたそれを次の世代の人たちのこう育成とかにもね、そうですね、つな、うん、げられる、はい、まあ、原監督もいつもあの陸上界、ライバルは陸上界の他の大学じゃないって、うん、ライバルは野球だサッカーだっていうふうに言ってて、でやっぱ野球とかサッカー注目度もすごい高くて、で、まあ、スポーツ選手、あ、その野球で活躍したら年俸とかもすごく高かったりとか、うん、それって注目が集まって価値がそのスポーツにあるから、まあ、そうやってお金が動いてくると思うんで、まあ、陸上ってやっぱりまだなんか閉鎖的なスポーツというか、うん、なんか、まあ、あんまりこう外に広がっていってないような現状が、うん、まあ、あるんで、うん、まあ、これだけ市民ランナーの方とかも増えてきて各地でいろんな大会とかが行われていて、なんかもっともっと陸上の価値を高められる、そのトップ選手がもっともっとこう稼げるような、スポーツにはできるスポーツだと思うんですよ、うん、みんながやっぱ、知ってるスポーツというか、うん、まあ、見るスポーツでもありますし、箱根駅伝も視聴率 30% 超えてますし、だって箱根もそうだし、はい、いろんなマラソン大会ってテレビ中継されてる中ではすごくやっぱり注目度が高いですよね、はい、だからそういったものをまず作った金栗志壮さんの、はいはい、思いというのが、う、ね、多分ね、はい、こう少しずつそうやって広がってきてるところになるのかなとは思うので、はいはい、なんか僕も活動を通して、うん、そういう、うん、陸上界の価値を上げられるような、まあ、一手をになれればなとは思いますね、
はい、1000歩じゃないかもしれない、100歩ぐらいかもしれないですねその目標は、はい、また1000歩はちょっと考えておきます、はい、さあでは続いてありますか。おします。じゃあ女の子から先にいいですか。女の子と男の子。はい。小学校4年生から陸上を始めて、今も中学校3年生でやってて、高校も続けようと思ってるんですけど、きつい中でも自分が好きなメニューとかだったりを教えてもらえたら嬉しいです。あ、きつい中でのメニュー、好きなメニュー、練習メニューね。あー、なんだろうな、好きなメニュー、結構やっぱ日によって変えられるんですかメニュー。そうですね、なんか陸上はきつい、本当にきつい練習って週に3回ぐらいなんですよ。だいたいそうですだよね。2回とかね。あ、じゃあ今どんな練習してるのかな。あ、この間は 1000m 日本だから 600m 日本対して。そっか、好きな練習なかなか難しいな。でもきついそのインターバルの練習とか長い距離を走る練習とか、ペース走とかいろいろそういうきつい練習って言われるものがあると思うんですけど、自分が好きな練習というか、あ、楽しいなって思うのは、それ以外にやっぱジョグ、ただ、時間とか、距離とかを、まあ、そんなに決めずに走るジョグってあると思うんですけど、そのジョグの時にすごい自分のなんかいいリズムだったりとか、わあ、なんか走るってやっぱ楽しいな、気持ちいいなみたいな、そういう瞬間にたまに出会えるんですよ。でその出会えた時が一番なんか走るってやっぱ楽しいなって思えるので、まあ、それがなんか好きな練習に当てはまるかなと思います。はい、なんでジョッグの時とかに、なんか自分のこう、わあ、なんか自分はこんな走れるのは楽しいなみたいな、そういうふうに思うことっていうのも大切かなと思うので、そういう気持ちで直してもらえればなと思います。はい、いや今ポイントにあったけど、やっぱりたまにそうだ、ね、すごく走れて今気持ちいいんだっていう声がありましたけど、はい、やっぱ上野さんクラスでも毎回毎回それがあるわけじゃなくって、はい、走ってる中で今日はきついかったな、でも練習できてよかったとか、でもたまにはそうやって走ってすごく、あ、今日はよかったな、はい、走るって楽しいっていう実感がたまにあるっておっしゃった、こういうことをずっと積み重ねていくといいのかなと思いましたので、また頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。なんか調子がそのいい時はやっぱみんな走れるんですよ。でも調子悪い時も練習はしないといけないし、もしかしたら試合の時も調子悪い時もあるかもしれないんで、なんかその調子悪い時を乗り越えた先に調子いいっていう状態に出会えると思うんで、なんかいい時だけじゃなくて悪い時をどんだけこう頑張れるかっていうのが陸上が大事かなと思います。はい、また頑張ってください。はい、ね、はい、ありがとうございました。じゃあもう時間の都合があるんで、あと男の子かな、お一人いらっしゃいましたね。はい、じゃあ教えてください。ケニアでの生活で質問2つあるんですけど、はい、ケニアでの生活で練習面とかで驚いたことと、YouTube 見させてもらってるんですけど、中村コーチの、はい、面白いエピソードとか、はい、はいはい、ちょっとコアなところですけど、はい、まずケニア、ケニアで驚いたことは、僕も初めて行った時に、もうケニアって僕が合宿行ってるイデンっていう場所は標高 2300m あって、で、まあ、外に出れば必ずランナーがいる、朝走ってれば20人ぐらい集団が走ってるなと思ったらすぐまた20人ぐらいの集団が来て、もう こっちからも来る、あっちからも来るみたいな、もう本当あんまり想像できないかもしれないですけど、本当に今僕が行ったことがケニアでは外に行ったらもう当たり前のようにもうみんな走ってるっていう状況があるんですけど、みんな走るんですか。はい、やっぱケニアって、うん、そのやっぱ国として国で恵まれてるわけではないんで、じゃあ野球をやるってなったら野球の道具が買えないんですよ。でも陸上って体があれば、まあ、裸足で走ってる選手もいますし、まあ、靴もやっぱみんなもう大切に一足をずっと履き続けたりとか、うん、まあ、するんで、まあ、みんなそうやって走ることを、まあ、みんな頑張ってるんですけど、僕が初めてそう行った時にいろんな選手から
やっぱ日本人が来るんで珍しいと思ったのが僕に声をかけてくれるんですよ。でお前は何秒で走るんだって言われた時にフルマラソンは2時間10分だよって言うとお前すごい速いなって言われるんですよ。でその選手と一緒に練習したらその僕にすごい速いなって言った選手の方が圧倒的に僕より強いんですよ。でなんでかっていうとその選手たちはでその選手に君は何秒で走るんだって言ったら2時間17分なんだよ俺はってだお前の10分はすごいよって言われるんですけどその2時間17分ってどこで走ったのって言ったらケニアだよって標高2300メートルで走ってるんですよ。で2時間17分で走っててでやっぱそれがどれだけこうすごいことなのかとか彼らはそのケニアで走ることがもう当たり前なんでやっぱ自分がどのレベルにいるかっていうのはやっぱ分かんなくてそういう人たちがもし日本のレースとか走ったらどれぐらい、はい、もう日本に来たらもうみんな活躍する選手はいっぱいいますよ。もう、はい、もうサブ10は当たり前でサブ10も、はい、全然できます当たり前ぐらいな、はいはい、で、まあ、日本に実業団とかで、来てる選手とか、まあ、あとは大学でも留学生の選手がいたりとかっていう選手たちはもう本当に1割にも満たないまあ、恵まれた人というか、タイミングがうまくあって、まあ、日本に来れてるっていう選手なんでやっぱそうじゃないもう9割以上の選手がやっぱもう何も得てないというか、普段練習してても、別に、狙った自分の大会に出られるわけじゃないし毎日練習頑張っても、誰かお金をサポートしてくれる人もいないしっていうそういう状況の中で練習してる姿っていうのを見てやっぱ彼らの覚悟っていうのは、まあ、自分の覚悟とはちょっとこう比べ物にならないぐらいの、まあ、覚悟でやっぱ練習してるなっていうのを、まあ、感じたので、まあ、一番驚いた部分はやっぱそこが一番ですかね、はい、やっぱケニアはやっぱお金がみんな持ってないんでじゃあ外に試合行けばいいじゃんって思うかもしれないんですけどその外に試合に行くお金がないんで、まあ、町の自分の住んでる町で行われる大会にしか出られないっていう現状なんで、はい、まあ、日本だと、みんなエントリーフィーを払って、みんなこう同じスタートラインに立てるっていうのが、まあ、日本人の、まあ、恵まれてるとこだとは思うんで、まあ、日本ではそれが当たり前なんですけどケニアではその日本の当たり前が全然当たり前じゃないというか、はい、そこが一番驚いた部分ですかね、はい。でもう一個 YouTube をね YouTube の方で配信してらっしゃいます、はい、今僕練習を鈴木アスリートクラブっていう、鈴木の自動車の、車のチームと一緒に練習をさせてもらってるんですけどそこに中村コーチっていう方が いまして、その方が僕 の YouTube にいつも登場してくれて、僕にこうなんかちょっとコメントを入れてくれたりとかあとなんかちょっと面白い感じでいつも僕の YouTube に出演してくれてるんですけどその中村さんの面白いエピソードはあーこんな人もいるんだなって思うんですけど中村さんの財布がリンツってチョコレートあるんですけど、はいはい、リンツのチョコレートの袋なんですよ。え、チョコレートの袋を、はい、透明なリンツのちょっと分厚めな袋が財布なんですよ。そんな人いるんだなと思ってそれリンツのチョコを食べ終わった後に活用してる、はい、活用しててちょっと大きいですもんね。そうなんですよ、はい、海外の輸入物なので、はい、どこだったかなスイスだったかな、 なんか、はい、あちらの方でヨーロッパの方で美味しいんですよね。で、はい、ちょっと大きめの板チョコなので、はい、その袋が大きい、はい、でそれを財布それ財布であとは T シャツとかも破れたのとか靴下も穴開いててもずっと履き続けたりとか僕は手袋とかこれ同じのあるんであげますよって言ってそしたらまあその手袋使うんですけど手袋も穴開いた手袋いつもしてるんですよ。で手袋の意味それあるんですかって言ったらいいんだよこれでみたいな感じの人なんですよ。それが、あまりこだわりのない人、はい、面白いエピソードになってるか分かんないんですけど、うん、そんな中村さんが乗ってる車はポルシェですすごいギャップが、はい、あお金をかけるところが違うのかな。かけるとか違うんですよ、はい、なるほどなるほど、はい、もうこう自分はここって思ったとこ以外はどうでもいいみたいな、はいはい、いやすごい面白いエピソード、はい、以上ですいろんな大人がいるでしょう、はい、ちょっとその中村さんっていう人が気になったよっていう方がいらっしゃいましたら僕の YouTube を、はい、練習の YouTube を見てもらうと大体出てくるので、はい、ぜひぜひちょっと見てもらえればなと思います、はいはい、いいですか。ありがとうございました。じゃあね、もうそろそろお時間も来たようです。和み町はやはり金栗四三さんの
出身地ということでランナーの聖地として、はい、やはりいろんな形でねまたあのランナーたちを応援していく大会も応援していくそういうね走る環境をしっかり作っていきたいという思いもあります。ですから神野さんもまた何かね大会目指して頑張ろうと思うときにちょっとこうパワーをもらいに来たいなとか思ってくださったらまたちょっと寄っていただくのもいいでしょうし、はい、なんか合宿とかもここに来る道とかでなんかランナーあるあるというかここ合宿ここ走ったら気持ちいいだろうなとかやっぱ常にこうやっぱ思っちゃうんですね。あこの坂あったらあここで坂のダッシュしたらいいやろうなとかやっぱそういうのを考えちゃうんですけど、名古屋町はやっぱ、車の量もそんなに多くないですしなんか集中して走れるような道とかも多いんでなんかうまくいろんななんかコースとかを作ったりするとまたなんか僕も走りに行きたいなとは思いますね。ぜひぜひまたね神野さんがそうやって走ってくれると金栗ロードプラス神野ロードもね、はい、作っていくのもいいでしょうし ね、はい、ちょっと坂が多いところで神野、はい、ロードを作りたいですね。はい、はい、ぜひまた神野さん応援していますので、はい、今後のご活躍を記念しております。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。